はい、皆さんこんにちは。今回は、こちら、スポット溶接機です。これを作ってみました。これは、YouTube 等で、出てました。電子レンジのトランスを使って、それからスポット溶接機を作るというそういう動画が出てまして、それを参考に私も作ってみました。ちょっと見えないかもしれないですが、この中にトランスがあります。このトランスが電子レンジに入ってたトランスを取って、でその中のコアをちょっと取って、巻き線、線をこう張り太いのをこうワンターンにしたものをつけたということですね。で、この辺のスイッチなんかも電子レンジで使ってたスイッチ。で、このケーブルも、ケーブルも電子レンジで使ってたケーブル、を使ってます。で、あと T とかこの辺のものは、有り合わせのものをちょっと使って作りました。外側は、木の板ですね。で、この裏側のメッシュの部分、これは電子レンジの、前の中を覗けるようになってた部分の金属の網ですね。これを切って使ってます。よいしょ。実際何に使おうかっていうことで、なかなかあまり使う機会、だいぶ前に作ったんですけれども、なかなか使う機会がなかったんですが、ちょっとこれを紹介してみました。よいしょ。こちら、ステンレスのピーグリルを作った時の余りのステンレスの板ですね。0.3ミリの余り板がありましたので、これでちょっと、溶接してみたいと思います。で、ハサミ、金切りハサミですね。で、ちょっと帯状に切っちゃいたいと思います。
はい、ステンレスの、を、こういう輪を作って溶接したいと思います。よいしょ。はい、スポット溶接できました。ちょっとまだ暑いかな。これが輪になってます。で、以前100均で目玉焼き作る時に使ったのがありましたけど、まあそれと似たようなものですね。それをあまり余ってた鉄板で、ステンレス板で、同じようなものを作ってみました。これもホームセンターで出た、鉄板ですね。それを切ったものですけど、それにこう以前はこう乗せて、でここに目玉焼きをしたという動画を上げましたが、似たようなことをこれでできるかなと思います。またキャンプの時に使いたいと思います。以上、今回は、電子レンジから、スポット溶接機を作って、その溶接機で、ステンレスを溶接してみました。ご視聴ありがとうございました。